おはようございます、こんにちは、こんばんは。クロナと申します。お死神でございます。トラゾーでございます。最近なんかめっちゃビタミン C 取ろうと思ってキレートレモンとかめっちゃ飲むようになったんだけど、でもキレートレモンマジ瓶なのやめない、一回マジ捨てるのめっちゃ困るわ。ポイントです。今喋りながら考えてたな、すごい先を。いやもうその直前演算で、このリアルタイム演算でとりあえずキレートで行こうって決めて、そっから考えた。そう、今目の前にキレートレモンあって、もうそれでしかなかった。ちょっと待ってね、本題入りにくいわ。やめてくれよ。てか、あけましておめでとうございます。ああ、そう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 、2023年です。よろしくお願いします。そう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 、皆さん、ちょ、え、待って待って、ほら、みんな、あれだ、新宅だよ。またピアノの神様からとかさ、ほら、クラリネットの神様からさ、投資信託。あー、ちょっとなんかだるい。積み立て部屋。帰ってきて。何してるの？どうしたんすか？どうしたどうしたどうした。何の行為今の。今風がひどくてさ、今。はい。どう言ってんだよ今。もうやめた方がいいですよ、撮影。じゃあ撮影終わります？バロランする？全然大丈夫ですよ。バロランったら全然できるよ。あ、じゃあ元気になっちゃう。じゃあ録画止めまーす。ちょ待って待って。いやなんかね、この風がね、なんか、はい、普段こう普通の風と変わらないんだけどね、はいはい、なんかね他の風と一つだけ違う点があって、はい、なんかね体がどっか飛んでっちゃうらしいのよ。どういうことなんですか。グロすぎる。グロいって。風じゃなくて風ね。まあ風というか、もう風というか風ね。なんかそういうね、普通の風なんだけど、まあそれプラス、なんかそういう飛んでっちゃう風があるんで。へー。だるいにはだるいんだ、ちゃんと。ちなみにこの距離にいるとみんな映っちゃうんでね。みんな映っちゃうんで。はい、バリア。もうみんな映っちゃう。はい、もうダメでーす。でも今俺ずっと腕組んで。はい、もうダメでーす。はい、俺腕組んでずっとバリア。バリアやめろ、バリア。バリア、はい、バリア。やめろって。でね、まあちょっとこの風をね、なんとかしましょう、みんなで。という感じですよね。出た出た。はい、です。え、そんな感じなん、ええ、お前なの。まあ、僕が作ったウイルスではあるか。お前なんてものを作ってくれたんだよ。はい、題して、はい、時空間転送風かかっちゃったけど、ちょっとみんなで直そうぜ。ちょっとまた、いつで終わりなの、タイトル。タイトル作るの大変なんだよこれ。なんでね、皆さんちょっと協力して、はい、特効薬作りましょう、みんなで。もう分かったっすけど、なんかいまいち分かってないっていうかね、しげみさん。主役でかくなったね、なんか。いや、まあ、主役でかくなったね。なんかフィジカル強くなってるよな。どうしたの。なんでガンだけ飛ばす。ただただガンだけ飛ばしてる。まあ、ゲーム内容の説明としては、まあ、はい、さっき言った通りですよ。はい、はあ、なんか聞きました。4人で協力して1つの薬を作るんです。はい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 。ですが、はい、まあ、作るレシピは4つあるんでね、はあ、お互い協力しなきゃいけないと、はあ、あ、4つあるんですね。物の、はい、絶対やんないといけないんだ。はい、もう、うん、はいはい。みんなでネタ会議してるよね。いや、ま、覚えてないよね。なんで覚えてないの。まあ、なんですけど、まあ、ちょっと協力しようにも、はい、まあ、お互い体がどっか飛んでっちゃうわけですよ、勝手に。はいはい。もうもう飛んでなかなか難しいですよね。はい、まあ、それをなんとかして、はい、やっていこうと。あ、まあ、その風の副作用にやられながら頑張ってこう毒薬作ろうってことですね。はい、うん、お願いします。ちょっとすいません、なんか、いや全然いいっすよ。いや全然いい、すいません、なんかよろしくお願いしますということで。でも今んところまだなんか症状という症状っていうのは、うん、なんか体にもなんか俺かかってないのかもしれない、ね、感じないっすね。もしかして今んところまだ大丈夫なんですけど、なんか黒縄さん鼻ムズムズしてきませんか。あ、なんか、お、そういえば確かに来るぞ来るぞ。お、なんだ、はアクションえ？なに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 。え？え？待って待って、体飛んだ、めっちゃ風の副作用で感情なくなってるわ。本当だ、あいつ感情が荒れる。風の副作用でなんか感情が荒れる。1、2がなんか吹っ飛んでったんだけど。え、
どこみんなは飛んでってないの？みんなどこいるの？え、てか俺は元の位置にずっといるんだけど、うん、他3人が、あ、死神だ、ああ、よかった、合流できた。お、死神、ちょっと僕なんか急に体が海の中に入っちゃったんだけど、なんかトラゾーとクロナーさんは待って、こっちかもしれん。どこ？クロナーさん合流しよう。あ、ちょ、あ、危ない危ない、あ、え、あ、みんな、みんな、どこどこ、こっちこっち、どこ、トラゾーさん、あ、なんかいなくなっ、なんか飛んだ、ミントさんいなくなったって、なんか水の中飛んだ、え、クロナーさん、後ろ後ろ俺いるよ、じゃあ待って、あ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 、なんでだよ、どこだよ、なに、何が起きてんの？トラゾーさんどこ行ったの？でもさ、こんな頻繁に飛ぶの？すごいことなってる。ひでさん、左左、村の奥、村の奥、村の奥。村の奥。これちょっと合流難しいぞ。あ、いた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 。トラゾーさんいたわ。転送風の直し方って本があるよ。あるよね。読んでいい？読みますか。大変じゃ。お前たちは時空転送風にかかってしまった。お前誰？誰誰なんこれ、 あ、本の著者見てみますか、じゃあ本の著者は、はい、ドクター K、 あれ誰だ、 K、 K か、 K って言ったらね、もう一人しかいない、二人、あ、まあ、あ、そうね、一人しかいない、冠ってことマジか、あの人やってるわ、その説出てきたな、なんか治すためには風邪薬を作りしかない作りしかない、方言出てるよ、方言、作りしかない、かないどこの方言だこれ、黄色の材料、青色の材料、紫色の材料、緑色の材料、はい、これらを作り4つでクラフトすると風邪薬の完成じゃ。おお、あ、でなんか僕は黄色の材料の作り方が書いてあります。俺も緑の材料の、え、紫ですね、え、結構むずいけど、金リンゴを精錬された石で囲えば完成。え、金リンゴ作んないといけないの？なるほど。俺ダイヤモンドを鉄インゴットで囲えば完成だった。うわ、重いっすね。クロナーさんの方がやばいじゃん。フィント、ん？俺さ、はい、エンチャントビンをビートルートで囲えば完成。エメラルドじゃねえの？お前、金インゴットと木の棒でブレイズロッドが作れてとかいろいろ書いてあるけど、なんかエンチャント系？あ、飛んだ。で、僕が溶岩バケツを焼き鮭で囲えば完成。え、なんで焼いてるの、また焼こうとしてんので、羊の羊毛4つで蜘蛛の糸が作れるという感じですね。なるほど、蜘蛛の糸作る人あんの？あー、ちょっと飛ぶの早すぎだって、クロナさんが消えちゃったよ。ペイントあれだ、蜘蛛の糸は釣り竿を作るとか。あー、なるほど。ランダムで飛ぶの？飛んでちゃうみたいな、ね、ランダムのタイミングで飛ぶの、ぽいですね、金のインゴットか、ぽいですね、ぽいですわ、ぽいですね、ぽいか、ぽいか、あー、え、飛ばされた、なんかでも飛ばされた先に作業台があった、飛ばされた先に新谷くんがいる、え、それ俺のかもしれない、孤島ですか、孤島みたいなやつ、あ、やった、待って俺新谷くんに出会うと飛ぶ病気かもしれん死神視界に入れたら飛ぶ病気、そんなドッキリは入れてないと。でも俺もなんか死神さんのことを見たときに、お前はやってるわ、えぐーガチでこいつまたやってるよすぐやるからな、こういうことやってたとしてリアクションそれで合ってるえぐー、なんかちょっとダイヤ取らなきゃいけないから、取らそう、なんかえ、あ、ダイヤ絶対むずいよな、俺とりあえずエメラルド9個持ってるけど、誰かいる、下向かってる最中に飛んじゃうんでしょ、まあそれもありえますよね、やばいよね、いやそんなことないですよ、誰かいりますか、エメラルド、エメラルド、あ、ちょうど地面掘りたかったあ、トラゾーさん、え、ん、ちょっと死神さんのことが視界に入った、消えたっていや、そうだよね、死神じゃねお前画面左端に見えたと思ったら、これ待って待って、これさ、裏ルートでさ、死神殺したら勝ち、あの上限金消えるみたいなルートない特殊勝利条件、うん、僕がウイルスだったんだ、熱っ、熱いな、それそれあるかもしんない、僕のこと殺せるかな、僕に近づいたら消えるのにうわうわ強すぎる、なんだそれは、浮かのレートじゃん、いやそんな仕組み入ってないけどなあ、トラゾーさん、え、
いや、ちょ、来ないで。ちょ、マジ検証しよう。今度こそ、今度こそ。マジで。どこにいんの、そもそも。右。ほら。いや、左。左？ほら、近づいて大丈夫じゃん。ほら。お前が飛ぶかーい。やっぱなんか誰かがさ近づいてると離れる習性ある、もしかして。ゼロではないじゃなくて。どうやら研究結果によるとプレイヤー同士が近づくと 50% の確率で飛んでしまうらしい。ほら絶対そうだ。もう分かりきってたもん。急に説明口調なるやん。結構鉄集めたぞ。お、マジっすか。精錬してる最中怖いよな。ね。あ、飛んだ。受け入れちゃってるやん、もう素直に。お、飛んだな。結構飛んだ。だいぶ。ってことはこれシャボン玉飛んだって言ったもさ、もしかしたら時空間転送風にさかかってたさ。子供のさ歌なのかもしんないね。やばいじゃん。だって屋根まで飛んでんだぜ。俺は自分だと思ったら屋根も一緒に飛んじゃったっていう。そうか、屋根とシャボン玉が近づいたからそう。影響で。屋根も飛んでん。かかってた転送風。やばすぎ。昔からやっぱあったんだ。そういうことだったんだ、あの歌詞。まあ、じゃあ僕の言うとだいぶ怖い話になるけど、壊れて消えるっていうことでいいか。バッドエンドじゃん。やばいよ。やばいって。そういうことだ。いやマジでおもろいそれは。いやその可能性は素敵ラインよやっぱり。そうね。やっぱ昔の歌ってやっぱり実際にあったストーリーをね、それっぽくやってたりするから。ああ。本当は怖いシリーズだね。本当は怖いシャボン玉歌シリーズね。シャボン玉歌シリーズ。そんないっぱいあったっけ。いや実は隠されていた何かがあるかもしれないから。なんか2番とかあれ近藤高層消えたって。近藤高層消えたいな。それやばい。ちょっとさ、俺かまど設置したいんだけどさ、焼きたいんだけど、なんか目印になるとこじゃないと、はい、飛んだら終わるからさ。かまどを村に置いて、で、鉄今、うん、あの焼いてます。あ、じゃあ俺も村行くわ。死に目さん、俺村に近づいていくから気をつけて。だって俺も近寄ってるって。え、どこ。いや、僕も村にいるって今。離れてって。あれ、僕が焼いてた場所どこだ。鉄手に入れないと。あ、ペイントも来た。よしよし、あった。誰か飛ぶぞ。誰か飛ぶぞこれ。鉄取った。なんか飛ばしに来てるって。いやもう勝負だ。どっちが飛ぶか。誰が生き残るか勝負しようじゃないか。俺の勝ちだ。俺もおるんだよそこに。どこだ、どこにいる。終わらんてこれ。ほう、向かってくるのかこのペイントに。貴様を飛ばしてやるぜ。どこだ。あそこか。こちらも向かわせてもらうぜ。オラーオラ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 もう村に近づかないっていう。飛んだ。3番だ3番。多分やっぱ争いだったんだろうな。もう過去もやっぱ争ってたんだろうな。シャボン戦争。シャボン戦争。いやこれウィキに書いてほしい。シャボン戦争っていう。シャボン戦争。じゃあ僕らが生まれる前のバブル崩壊ってもしかして。それまだ。複製回収だ。えぐ。歴史が覆るってお前。まずいこの動画消されるって。あなた教えてくれなかった真実。やばすぎ。バブル崩壊。子供たちよ。やばいって。この真実だけみんな覚えててくれ。俺たちは消されるかもしれない。マジで鉄が手に入んなす。いや話は盛り上がってるけど全然ゲーム進んでないって。プレイが進んでないんだよね全く。ペイント目の前に飛んで、そのままでした。壁の中に飛んだ。お前さっきテレポーターの能力でよくあるやつや。ペイント前キンキに触れたからだよ。
そうか、俺があのバブル崩壊の真実に気づいてしまったから処理されたんだ。あ、ダイヤだ。お、ナイス。お、ダイヤ見つけたけど、鉄ピがない。鉄ピなら俺が持ってるよ。持ってないな。どこ、今から作る、今から作る、急いで取るよ、転送される前に。またちょっと、あ、もう取らせてくれ、クロナウンだ。ほら、俺が取ったよっしゃ、ダイヤ取ったぞ。ナイス、ナイス、ノイス、ノイス、ノイス。でも僕の必要な鉄を使ってしまった。お前強すぎるだろ絶対掘った方が早いって。あ、飛ばされた。でもクロナさん、僕ダイヤいらないんで。あ、じゃあそっか、もらえばいいんだ。そうです、そうです、僕のダイヤを渡しますよ。わ、待って、はまった、あ、飛んだ、すげえ。どうやって渡すの、この世界で。いや、これはやっぱ 50% の確率に勝つしかないんじゃないですか。村のチェストにいるやいいだろ。なんでそんな難易度高いことするん、こいつ。ジェネ君どこ、村着いたよ。ん、クロナさんどこ、僕いますよ、村の中に。かまど置いてある場所です。あ、オッケーオッケー、そっち行こう。クロナさん、消しててダイヤ渡しますよ。よーっもうまあ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 、一回じゃね、一回じゃ無理か。え、どこ、ここ。あ、俺も飛んだ。もう注意先に。あ、え、何、なんか、え、どうしたの。え、話聞こうか。いや、今クロナーさんの背後にずっといたから。おい、お前かげい。ちょっと、ねえ、別の楽しみ見出してるって。楽しい。この能力楽しいって。もしかしてペイトさん、スペクテーターモードになって飛び回ってた方が楽しいんじゃないか、この曲。ウイルスになる、自分自身がウイルスになるか。俺がウイルスだ。ペイント風になる。船作っていくぞ。どこに行くの。村に。ペイント村に行けば。あ、クロナさん見えた見えた。一回ペイント金飛ばすか、ちょっと待って。うわあ、俺も飛んだけど村の中だ。よしよし、ナイスナイス、ジクソージャングルだ。ペイント金の苦じゃないっす。今のチームのチーム消毒が済んだから。ジャングル君になって俺にだから。人のことをさ、マイク扱いして消毒がない。もう自らだってウイルスになって。よっしゃ、クロナさん、こっちですよ。どこ、あ、いたいた、よしよし、うー、やったいけたんだ。よっしゃー、はい、オッケー。いや、多分さ、人生でさ、俺だけなんだろうな、クロナーさんにバイキン扱いされるのさ。多分他の人バイキン扱いすることないから。まあ、しないだろうね。俺唯一だよな。おい、羨ましいだろ、お前ら。うん、え、羨ましくない。あ、これちょっとリンゴ落ちたけど、いる誰か。え、リンゴナイス。リンゴ俺欲しいかも。お、クロナーさん、ちょっとリンゴを私に村に向かってきてくださいよ。はい、あ、もう村に。はい、わかりました。おいよ。もうやってやろうじゃないか、お前。どっちが勝つか勝負だよ。お前の顔面にリンゴぶち上げてやるからな。投げてみろよ、この俺に。なんか、ちょっと待って、トラゾーさんが今いなかったか。トラゾー、トラゾー向かってくるのか、この前に。オラ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 おーらお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 ら、雑魚すぎ。ちゃんとちゃんと雑魚。ちゃんと雑魚なのくさ。クロナーさん、渡したいんだけど、飛ぶんだってめっちゃ体なこれ。一生つけへんやんこれ。もう頼むよ。行ってるって、向かってる。これ焼き鮭じゃん。焼き鮭あるじゃん、こんなとこに。そう、それ取っといてね、取っといてね。え、取っといて、あ、どっち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 、取っといて了解。取っといて了解。俺飛んだから今。しゃあ、新幹線のチケット取るわ今から。物理的に取り。うわー、飛んだ。飛んだ。よしよしよし、今のうちに村に行かないと。え、でももう鮭は俺が持ってるって。いや、新しく焼きたいんだよ。
絶対焼かせねえ。いつから筋肉を作ってくる。おい、やめろって今釣りしてたんだから。この前でお前一緒だぞ。なんでよ。おい、進まんて。リンゴあるよ。くれー。リンゴもうさ、もう捨てとくわ、持ってきて。村に着いた、村に着いた。リンゴ捨てる？結構価値高いんだね。リンゴ捨てるのはリスキーじゃない。もついたよ。村に着きました。今噴水前にいた。いた。いたんだね。今いた。噴水前にいた。え、あの文字のやつ。あ、トラソだ。あ、死神さんのところに飛んだ俺。え？あ、今噴水前行きますから、ナザ。あ、じゃあもう噴水の中にリンゴ投げとか。ちょっとついてるからマジで。ちょっと飛んでけ。あ、うわ、あれ。あ、大丈夫だ。大丈夫なパターンだ。それまで意味が。おお。え、どこに入れたんすか。でも、シメさん大丈夫、さっきのハリセンボンだったから。あー、じゃあ、まあ食って毒で死んでくれ。あれ、ヘイト高い。今思ったけどさ、うん、あのシャボン玉の歌さ、はい、あの屋根まで飛んだってさ、俺今までずっと勘違いしてたんだけど、うん、屋根も飛んじゃったのかと思ったんだけど。まあ、うん、みんなそうだよね、わかるよ。今気づいた。今、うん、俺今屋根までって言って自分でハッてなった。こわ。嘘でしょ。本当に？ガチモンなの？ガチモン。飛んでんね、ピンツさんも。いや、あ、そういうことかと思って。屋根がなんかファンタジーの世界なのかなと思って。屋根だけ飛ばないでしょ。家も飛んでほしいわなら。今俺あのいらない一個だけ金銀ゴッド余った取らぞ。あ、オッケー、もらう。あの噴水のチェストに入れといたからね。はい。です、俺もあれ薬作っちゃおうかな、もうね、です囲って。死神早く作れよ。言うて、ね、全然初期集まらん。まあやる気あんの。はい、一番頑張ってる。なんなら妨害行為もしてません僕は。妨害行為なんかしてないよ俺たちは。誰もやってないよ。みんな症状抱えてるわけじゃん。ああ、よかった。まあまあそうね。だ、初期取っといてくれたんだよね。そう、だから取っといてって言ったから取っといたやん。やっぱそうか、この人屋根も飛んだと思ってるから日本語の理解度が低いんだ。なんでそんなんか俺が悪いみたいな言われたことやっただけなんだけど。ごめん、それは本当に悪いけどペンさんが悪いよ。俺が悪いか。俺が悪いか。ちょっと俺作るわ。俺で、あ、鮭だ鮭だ鮭だ、直接取ろう。一応薬できましたけど。お、ナイス。1個目、1個目なんかテラコッタが生まれました。テラコッタ、何を言ってるんですか。これが材料になるんだって、薬の。あ、俺も黄色い漢字読めねえわ。え。黄色い漢字が読めない。サイなんたらかんたらテラコッタ、最初で。なんだろうね。最初で。最初で。すごい、もうできたんだ。できたよ。え、これもう俺は何もしなくていいの？え？なんかしてほしい？ねえ、ちょっと。え？迷子の子猫ちゃんがなんか、僕から焼き鮭を奪っていくんですけど。ほら、悪いことするから飛ぶんだよ。あと1個あるんだ、誰か取ってくれ。分かった、俺が絶対取りに行く。待ってくれ。絶対防ぐ。なんだマジで。絶対防ぐから。いや、クラさんマジ頑張ります俺。あ、ごめん、なんか落ちた。ないんかって。ちょ、頼む、殺してくれ。ゾンビたち、ゾンビ俺のこと殺せ。早く行く、ナイスロードに行かないといけない。早く。いい、風直してバロやろうや。早くバロしてくれ。なんとかなんとかなんとか、俺がいる俺がいる。エンダーマン、俺のこと殺せ。そうそうそう、いいぞいいぞ。ちょっと待って、本当に大丈夫大丈夫大丈夫。クロナーさん来てよ、クロナーさん来てよ。死神、やめてくれ。おい、なんなら、もう鮭はもうない。だから今釣りをしてるから、鮭を吸いかれ。やめて、本当に。なんか止まない。無敵な僕、やばい、無敵状態。みんな止まるの。強すぎ。俺飛んだ。お前も食べくろな。お前もな、飛ぶんだよ。ほら。俺は負けねえぞ。死
みんなポーションやらないといけないのに。嘘だー、めっちゃ強いやん。もう楽しそうだから直すのやめよう。楽しそうだ。早く死神が作んないとさ。まだ？トラザー作れてんでしょ？今俊敏のポーション作ってる。ほらもうトラザーあとちょっとでできるんだよ。お前らだ。お前らだ。え？もう飛ばされすぎ。飛ばされすぎなんだよな。なんなんこれ。早く直したいって。早く直したいよな。えぐいな、トラズも直したよね、早く直したい、直したい、うん、え、直したい、エペンさん直したい、直したいよ。え、なんなんお前じゃん。ちょっと待って、音やめてね、音やめてね、あ、いい、村に飛ばしてくれた。ずっとシャケシャケさ、言ってるやつがいるから。あぶね、集まった焼きシャケ8個、カスのせいで、本当に。え、ちょっと待って、いや、俺3個渡そうとしたって。焼きシャケ俺、金扱いされて、カスのもんやれて。尊厳ないの。尊厳ないじゃん。よしよしよし、溶岩バケツ取った、ナイス。あとは作って終わり。もう作って合流すれば終わり。僕は、俺ももう作ってるよ。お、じゃあ待って、これさ、真の難しさはさ、うん、4人が合流することなんじゃない。あれ、もしかしてそう。待って、本当のゲーム今始まってない。始まった。50% の壁超えないといけないってことでしょ。まず2人が会うのですら50-50を超えてるから50以上なんだよね。そうか、そう。え、ちょっと4人で会うってやばくない？誰かに会わせない、集めないといけないよね。そうっすね。で、どこ合流しようか。村合流。まあやっぱ噴水前じゃない。村どこだよ、ジャングルわかんなすぎる。いや、俺はクロナーさん、じゃあこれクロナーさんに渡しますよ。俺もクロナーさんに渡した。クロナーさん、ダメか。どうぞ。ありがとうございます。え、渡せたの？俺はクロナーさんに渡しましたよ。早い。いや、でも一応俺このことか。え、いや、本当にいらんよ。え、でもやっぱみんなに会いたいからね。大事。だってちなみに俺飛ぶのが一番あかんからね。薬できたらさ、だってさ、薬渡すしてもらわないといけないから。はぁ、あ、でもここにはいないと、はいはい、あ、もうどうした、あいつさ、すごくない。あー、ちょ、はいよ。自分でさ、このゲーム作って自分で怒ってない。ちょっと、俺飛んじゃダメだって。グローナーさん、飛んじゃダメっすよ。どこだよ、これ。てか、なんて言った今。え、死神くん、自分で作って自分で切れてるの。え、なんて言った？あー、飛んだー。噴水前で待ってるよ、俺は。オッケー。お前か、俺を飛ばしたの。俺だよ。お、噴水前行くぞ、トラゾー。おーい、クルナさんに渡して、トラゾー薬。あ、見えた見えた、みんなが見えたよ。やっとこれで俺たちこの病気から解放される。よしよしよし。はい、じゃあ、トラゾー、トラゾーさん近い。これは飛ばし合うべきだ、僕らは。トラゾーさん、なんか、シリアルさん、なんでこういう時止まれんだよ。一緒に行こう、一緒に行こう。僕らは安全だ。よし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 、来た来た、村だ。俺も村来たぞ。俺とシリアルさん一緒に行ってる。どこだ。あー、いたいたいた、こっちこっち。よしよしよし、オッケーオッケー。クロノーさん、私を、この水だけだ。クロノーさん、クロノーさんがいなくなった。誰も集合した意味ないんだよ。え、クロノーさんはみんな、もう飛んだ。おい、マジかよ。お、すごい、3人合流切ってきてる。出る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 、早くクロノーさんが、クロノーさん、早く来た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 、どこどこどこ、うしょうしょ、いたいたいた、早く早く、みんな、クロナ合流しよう。なんでだ、なんでだ、みんないなくなったわ、受け取れねえって。俺マジでこっからじゃん、この企画。いや、始まった。俺はクロナさんに渡せたからさ、もういいんだよ。渡した渡した、やってること確率マラソンだよ、こんなん。
頼むってあ、はいはいはい、黒縄さんほら、はいはい、来た来た来た待ってる待ってる、もうちょいもうちょい、今俺も村つくぞ、いけるさあ、はいどうぞ、あと死神だけだね、僕だけだ僕だけだ、僕もじゃあ俺よ、お前の背中に待ってるんで、マジで本当にどうなってんだよ、今んとこ必ず俺残ってるんだよな、基本的には。あー村だ、トンナさんいます？え、さっき飛んだ、はい飛んだ飛んだ、海の向こうがえぐいって、飛んだらね、もう洞窟を探して溶岩に突っ込むのが正解、うん、そっちの方が早い早い、だって村に着くもん死んだら、まあそうか確かに、あ、うまいな、はい来た、ねえそのせいで飛んだわえどうしたの、ハイトさんのせいで飛んだわなんでもう早く、お前だけだぞ私じゃない、シエ君だけなんだよ、溶岩で死んだわ、うまいな、あ来た来た来た、やったー、行けて行けて、ごめん俺がいないぞ、黒沼さん早く、黒沼さん、オッケーオッケーオッケー、これデジャブデジャブ、はいボートで来たよー、見たってこの景色、ループして、はい来るよ、あ、それ飛んだ、あ、主役残ってる、渡す、主役だけ残ってる、わぁやったー、渡せたー、渡せたー、よっしゃー、やったオッケー、俺噴水まで待ってる、俺もみんなで集合しましょう、最後合流しようか、確認してね、みんなでよいしょ、はい、みんなー来たぞー、みんなみんなー、太陽から来たー、やべーさー、あ、俺も消えた、あ、みんなやばい、めっちゃ近くにいるぞ、嘘でしょ、死神行くぞ、死神俺たち、もういろいろあったけどみんなで病治してさ京都行こうよ、京都、船乗れる？お、乗れそう、てかもうこの距離なら陸だなんなんこれ、まあ数ブロックだけなんやけどみんな来たよ、あれ黒沼さん、いや俺も近い近い近い、早く早く合流しよう、待って待って待って、これちょっとデジャブ感じるこれ、あ来た来た、あっちだ、はい、逆だ、やだ、行きたくない、じゃあ着くよ、うわー着くよ、やったー、はいはいはい、あーなんでーみんな待ったよ、いやみんなね一緒だったね、最後最後作る瞬間消えたって言われてだったね、はい、はい、ということで無事克服ですか、はい、克服だ、治りました、はあ、みんなおめでとう、あ、ありがとうございます、はい以上です